第260回ポッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。日蓮聖人の弘安5年9月から10月にかけてのことをたどってみますと、9月の8日に身延を下山されて日立の湯を目指されます。そして9月の18日には池上へと到着をされました。約10日間の移動であります。そして池上に到着して1週間後の9月の25日には立正安国論の講義をされたと伝えられています。今回は日蓮聖人が亡くなられた10月13日のことを中心にして、五千家記録の一部よりその葬送儀礼についてを取り上げたいと思います。前のページにて挙げました立正安国論の講義以降のこととして、六老荘の制定が挙げられます。入滅直前の10月8日に6人の弟子を定められ、日蓮聖人ご自身の滅後の布教を託されたのであります。その6人とは、日正、日老、日光、日光、日朝、日寺であります。日光筆宗宗五千家記録によりますと、この六老荘の制定については次のようにあります。定む一つ弟子6人のこと不次第。1蓮華阿闍梨日寺、1伊予光日朝、1佐渡光二光、1白蓮阿闍梨日光、1大黒阿闍梨日老、1弁阿闍梨日照。右6人は本弟子なり、よって交互のため定むるところ九段のごとし。弘安5年10月8日日蓮宗宗学全書の第2巻においてこのように表記をされています。宗宗五千家記録は弟子の日光が執筆をした著作です。日蓮聖人は日正、日老、日光、日光、日朝、日寺の6人を本弟子と定められ、またその6人については不次第とあることから、等しく自身滅後の布教を委ねられたのであります。日蓮聖人は10月13日、辰野国、午前8時ごろ、弟子や信者が見守る中、ご入滅、遊ばされました。その時、大地震が起こったと伝えられています。承久4年、1222年2月16日にお生まれになった日蓮聖人は、弘安5年10月13日に、ご入滅されました。61歳でありました。10月14日午後8時ごろご入館、午前0時ごろご葬送荼毘と伝えられています。日蓮宗宗学全書、通称宗全と言いますが、この2巻に収録をされている五千家記録によりますと、日蓮聖人の葬送儀礼、葬送行列には、はじめに火があり、次いで花、旗、香、鐘、懺悔、音響などが続き、これが葬列の先頭部分となります。これらは在家の信者や
入道が受け持っていることが明らかであります。次には日蓮聖人の棺お棺についてであります。前人大黒阿闍梨とあり、これは六老僧の一人日老聖人のことです。神輿の前方には左右のそれぞれに四名ずつの弟子がいて、棺の神輿を担いでいます。次には後人弁阿闍梨とあり、これは六老僧の一人日照聖人です。神輿の後方にも左右のそれぞれに四名ずつの弟子がいて、棺が乗せられた神輿を担いでいるのです。棺の後ろには天外太刀などがあり、以上が五千劫録による日蓮聖人の葬送儀礼葬列についてであります。以上、日蓮聖人のご入滅について五千劫録に見られる葬送儀礼を中心に取り上げてきました。立正安国論を講義され、六老僧を制定して入滅を迎えられたのです。多くの弟子や信者たちが参列し、日蓮聖人の葬送儀礼が執り行われました。日蓮聖人が残された尊い教えは、六老僧をはじめとする戦士によって現在の私たちにまで伝えられてきたのです。そのことに感謝しつつ、本年も10月13日、日蓮聖人御会式という聖日をお迎えしたいと思います。次回第262回に予告でございますが、立正安国論拝読の44回目として、第7等256回の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。